Hey everyone, 元気ですか？今日はですね、特別なゲストがいます。今日は何をしますか？今日は1万キロカロリーチャレンジ。Oh yeah。 限界を抜き飛ばして、この空の下で。コメントがピーって流れる。ここにコメントは、これはね、ライブじゃないからね。皆さんご存知な方もいるかもしれないんです。いない。ペリスコープっていう動画配信をしてます。みほです。お願いします。なんか日本で一番フォロワー多くないですか？多くはないんですけど。そうじゃないの？誰が一番？一番は結構他に有名な日本人。なんかセレブとかで。今日は1万キロチャレンジやるんですけど、できそうですか？多分いけると思いますよ、私。と言ってたので、連れてきて、今日は一緒にちょっと、1万キロカロリー、1万キロカロリーで、合計2万キロカロリー。絶望してる。ドーナツを何個ずつぐらい買った？7個ずつぐらい。7個ずつぐらい。次は KFC で攻めましょう。攻めましょう。ダイエット何でもあるね。朝ごはんですね。ドーナツ 1,2,3,4,5,6,7 個。みほも全く同じやつを買いました。これで総合カロリーがいくつだったっけ？1,799 カロリー。そしてこちらにケンタッキーのセット、これも2人とも全く同じセットを。こちらが1,719キロカロリー。やっぱりこの1万キロカロリーを完食するには、ヘルシーに食べてたらちょっとカロリーが足りないので、結構今日はあまり体に良くないものをたくさん食べて、エンターテインメントとして、見てください、楽しんでください。いただきます。いただきます。こっちはね、これからいくよ。普通に美味しく食べるよ、私。美味しく食べる？ポンポンポン。美味しい？美味しい、美味しい、美味しい、美味しい。すごい軽いんですけど、330カロリーあるかかる、これでかなり。よかった、これは一人じゃなくてよかった。一人でこんなん食べたら、もう今もう諦めてますね。絶望してる。もう11時ぐらいから食べ始めたんですけど、20分ちょっと経ってます。みほが僕に追いついて、2人ともドーナツ2個残して、チキンも2個残して、ポテトフライが残ってる感じです。全部食べきることは期待してなかったので、この大体2000カロリーは上回ったということで、もう次行きましょう。ちょっと体を動かしたいですね。だぜ。今みほがペリスコープやってます。こんな感じでライブ配信。今からですね、清水里方向かってるんですけど、動き出した。何をやるかって言ったら、携帯落とした。大丈夫、割れてない。やる気の靴でも、やる気で。お腹の調子はどうですか？もうなんかお腹空いてきた。やっぱりそのちょっと時間を置いて歩き回ればね、またとりあえず最近、エレベーターがあるけど階段使います。体動かして、単純にお腹を空かせたい。ちょっとお腹空かせたいですね。お腹空かせたい。はい、目的地がこれですね。銀だこではなく、こちらのラウンド1。ロデオやってよ、ロデオ。やだ。何かやる？あれ、みほどこにいる？なに？
緒じゃん。イエーイ。口違うじゃん。ダンスさん。足取りの次は。足取りの次は。バドミントンやる？いいやー。じゃあ上半身トレ。上半身トレ。まあ足取りだね、バドミントンも。そうですね。両方だ、全身トレ。バドミントンがなんか上手なの。バドミントン超うまいちょっと休憩で、これはコーラなんですけど、このカロリーチャレンジ、1万カロリーチャレンジのルールは液体で取っちゃダメなので、これは数えません。ただ単純に飲みたいって。次はですね、オーイエー、バスケできる？バスケできません。僕もできません。大きい方がいいんじゃない？誰かが入れたらそっくりそのシュートを真似しないといけないゲーム。じゃあまず美穂。美穂がやる。うん、いいよ。え、入れればいいんですよね。え、そう。やべえ。やべえぜ。お。ただ僕は1点なくす。全然ダメ、全然ダメなとこ飛んできました。全然ダメじゃん。よし、嘘でしょ。やばい。マジ？マジ負ける。マジ負ける。嘘。これで僕外したら負けるってことだね。負けだよ。
運動、まあなんとなく運動終わりました。今青山さん、青山チャンプが合流して、ちょっと一緒に食べます。青山ボーイ、もう食べるのが得意といえば青山さんですね。池さんじゃん。池はどうでもいいですね。青山さんのおすすめで中華にします。でも中華はでもカロリー稼げる、確かに稼げる、脂質が多いので、まあ今日は食べれるかな。カロリーとか出てないか、出てない、うん、僕は運動の直後はあんまりお腹空かないんですよね。中華の店に、カロリー表がなかったので、ちょっと今カロリー表がとにかくある店を探してます。今日平日だから結構空いてる。これIKEAレストランです。スウェーデンミートボールセットは16個のラージセットなんですけど、これで 何キロカロリー800、これで800キロカロリー、ちょっと余裕を見て、ちょっと少なく見て、ちょっと少なく見て800を食べていきます。アルマさん超早い、僕がこんなに残ってるのにもうさすがだ。ポちゃん、みんなはゆっくり食べようね。時間的に追い込まれてます。今は2時半で、これ食べれば3300ぐらい、もう完食。このソースも食べないとカロリーダメだもんね。まあ少し食べよう。結構食べたよ。うん、完食、800カロリー。チッチン、素朴な顔になってきちゃった。シュンさん、素朴な顔になって正直かなりきつい。しょんぼりしちゃったもん。ラウンド2いきますか。いきましょう。カロリー高いの食べたいんで、シナモンアップルパウンド、これ573。おお、はい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 。しかもめっちゃ可愛い。あ、じゃあシナモンロールにします。271キロカロリー。あ、じゃあシナモンロールにしよう。シナモンロールにします。シナモンロール好きですか。シナモンロール好きです。いろいろ食べますね。嫌いなものがない。マジか。あれはあれは、パクチーは好き。パクチーも好き。何でも好きだ。何でも本当に何でも好きだ。これ3人みんな同じのを買いました。あ、だから僕はこれ1個食べます。これ全部食べたら全部で1644キロカロリー。おー、いいね。ミートボール、じゃあこれを完食しちゃえばなんとか。まだ時間はさ、計画通りかなって感じです。チェース。これが573ですよ。最強じゃないですか。これがもし簡単に食べれたら、うん、もうこれからはこれです。もうこれがバルクの最強飯になるかも。すごい、ミント取りたい。でも結構食べれるね、普通に。美味しい、うん、この方は甘い。でもなんかドーナツより平気かもしんない、これ。うん、うん、だってこれ食べて570だったら強すぎないですか。これ生クリーム、生クリームのおかげかな。でも生クリームって言うてもなんかカロリーないですよ。簡単に食べれました。次このシナモンロール、うん、なんか普通にこれうち味がダメなやつだ。そう、うん、甘さとか重さじゃなくて味が無理。あ、お腹いっぱいだからもう全部が餌になってる。もう餌みたいな感じ。もう食べ物じゃない。シューさん食べたよ。完食です。すごい苦しい。見事は青山さんはまだ余裕そうなんですけど。余裕です。絶対余裕じゃないじゃん。もう死にそうです、吐きそうです。でも家のドーナツを食べて、家のドーナツとチキンを残り食べちゃえば5162カロリー、半分になります。今すごい吐きそうです。本当に吐きそうです。まだ平気そうですよね。シナモンロール食べたらなんかすごい吐き気がちょっとトイレ行ってきます。ああ、すっきりしましたね。まだまだいけそうですね。まあ理由がどの口がどの口がもうまだまあ余裕なんですけど、実はトイレ行って吐きました。おお。朝も今の食事も朝ごはんも全部出ました。鼻からも出ました。鼻から食事が出てきた。多分もうここの今の時点で失格なんですけど、まあ、このシーンを見せるかもわからないんですけど。まだ食べ続けます。食べ足せばね、うん、そう、食べ足せば、食べ足せば。いやでも無理、また5000キロカロリーを食べないといけないって考えると。帰ります。
青山さんも一緒に参加してくれます。途中からです。さすがです。途中からです。ねえ、なんか種類多すぎない？今レッドロブスターです。これが何聞いたか忘れちゃった。メニュー忘れちゃった。これが1100カロリーあります。でかさ伝わるかな。これで伝わる伝わる。あ、伝わるね。こうやって見ると OK ね。これ全部今から見せるものは3人分けします、平等に。なので全部のカロリー割る3で計算してます。食べたそうじゃん。強いね。まだ食べないでしょ。だってうん、ちょっとじゃあちょっと味見していい？うん、味見していいよ。味見していい？こうやって切ったら、こうやって、本当にアメリカンなケーキ。あ、これ本当に重い。本当に本当にすごいやつだよ。うん、これ2つ本当のチョコレートケーキ。半分半分にするよ。うん , 笑えてくるねこれ。はい。でも絶対甘いよね。え、一口食べるよ。うん、はい、食べて。すごいねこれ。シンさんそのまま食べ。あ、そっか。あ、でもアイスクリームがあるから。いいよ食べて。やだ。あ、どう？いけるいける。いける？うん。でも味はめっちゃ美味しい。でも日本のスポンジケーキのチョコレートっぽくはないね。なんか違うでしょ。ブラウニー。うん、ブラウニーって感じ。そう、うん。トルティアチップス。こちらが一つ630カロリー。600な、まあ600いくつ、600いくつ。3人で割って、まあ400カロリー。これチキンバッファローウィングです。これが16ピース、16ピース。これ全部、3人で均等に分ければ、1人680カロリーいけます。ちなみにこれはめちゃくちゃ美味しいから、心強いです。楽しみ。今、青山さんはもうノルマを果たしました。3、4、5、6、7、8、9。うわ、あと2本あんじゃん。1、2、3、4、5、6、7、8、9。僕あと1本。5、6、7、8、9。ねえ、ずるいよね、マジ。ほんとずるいよね。食べましょうね。ほんとずるい。でもね、ちょっと美味しいからよかった、これは。ほんとに美味しい、うん。で、ドロップさんはね、僕かなり好きですね。いや、一人でそれ食べるんじゃないですか。なんでだよ。そう、ミコ、そのために呼んだんだよ。なんでだよ。いじめじゃねえか、タコ。え、食べない？アイムくん食べよう。3人食べましょう。永遠のバルクハム。デブのポテンシャル見せつけるときが。完食。やりました。時間が6時半に近づいてます。まあ、これで5000カロリーは上回った。上回ってます。後半戦に入ってるんですけど、どうでしょうね。これで全部で6000ちょっとだね。6000ぐらい。6000ちょっと。あと4000。やばくない？あ、僕は5000ぐらい。ただいまですね、後半戦に入ろうとしてるんですけど、これが今までの食べたものです。青山さんは、ここから入ってきたんですけど、青山さんは、朝に1500カロリーほど食べてるそうです。朝ごはんにドーナツ食べました。まあ、ちょっとドーナツと KFC は先前に見せた少しが残ってます。それを全部食べきったらこれっていうことです。1799カロリーがドーナツから来ます。 KFC で1719カロリー。朝ごはんが非常に大きかったですね。で、ラウンド2に、IKEA でスウェーデンミートボール800カロリー、そしてシナモンアップルパウンド、ここがすごく大きかったですね。少ない量で573キロカロリーを稼ぎました。そしてシナモンロールがきつかったです。の割には271しか入らない。これは絶対、改善する場合はここは絶対やらない方がいいです。普通にドーナツ食べて稼げたね、軽いで。はい。そしてラウンド3にバッファローチキンウィンズ、これは美味しかったですね。これ全部まあ1人分だけど、バッファローチキンから680キロカロリー、トルティアチップスから420キロカロリー、チョコレートケーキから433キロカロリー、合計ただいま6690、まあこれを全部食べたこと前提として6695キロカロリー。時間はそちらのアズム。できない。時間が6時半になりそうです。金山キッチン。金山キッチン。誰で？
じゃあ今日の料理は とても特別で、まあ、とてもあの技が必要な料理となります。まずあのこちらにいちごを用意しました。いちごで何をやりますか。じゃあまず洗います。洗います。その間に僕は素早くこちらの自分で作ったオーブンで焼いたロールケーキを準備いたします。バカだな。ボールボールでもすごい。いちごでかくないですか。そう、最近はいちごまでバルクアップ。2人ともバルクアップし やばいですね。ロールオーブンで綺麗に焼いた。綺麗に、すごい綺麗ですね。ですね、まあコツがあるんですよ。ただそれはまた次回の動画で。怖い。そして僕はこのロールケーキを並べた頃に青山さんシェフがいちごを洗い終えてるかと思います。はい、ボールの青山シェフ、ボールの量に対していちごが多かった。綺麗に並べましょう。いちごはカネキッチン、青キッチン、この盛り付けも大事です。ヘタ取ってないですけどね、まだ。青山さんが今朝、庭から、買ったイチゴです。新鮮なイチゴです。すげえパックに入ってたけどね。これ飲んないんだよ。あ、いいです、センスありますね。センスある。さすがだ。さすがシェフ、青山シェフ。これが最近の自信作のシェフ、これやっぱヘタ取った方が良かったっす。いや、まあオーガニックなんで。食いにくさがパライスで、これそのままのヘタあると、うん、味がね、うん、ヘタごと食べま…取るんかい。取るんかい。ヘタが栄養ある。取るんかい。食物繊維が多いんで。ね、ほんとしんちゃん。やばい、青山さんそうやって言ってくから食べようみたいな。ちょっとプリン持ってくるよ。早いね、行くね。よく今のうちに行かないと。ぐいぐい行くね。それ見せる。これです。食べるぜ、アイス。ご飯と。アイス大好き。好きなものが今日だんだん嫌いになってくる。うん、確かに。本当にやばい。うちこれさっき、こんなお腹出てたっけ。うん、座ってもいいっすね。座ってもいいっすね。まあ、とりあえずこちらは完食しました。スーパームチョが残ってるんですけど、そちらはまあ You're being next。 よくやるやつ。青山チャンプ VS。 よくやるやつ。あ、ここをしながらパンチ投げるともっとパンチが強くなる。ここをしながら同じコンボ投げるともうちょっと強めなパンチになる。でもそればっかり投げるとブロックもしたれやすい。だから時々そういうのも混ぜる感じ。キックも同じ。キックも山さんちょっと危ないよ。おお、おお、負けて。負けたじゃん。負けたよ。勝ちましたー。超出たな。うらうら。あ、ゴゴ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 ゴ。今もっともっと逃げたい、逃げたい。もっともっと、あ、いたのか。チャンピオン。リベンジ。超大人げない、超大人げない今の。年上じゃん。うん、そう。
今こんな感じで次何を食べるか池がいるけど、もう途中参加はちょっとここからの参加はさすがに池さんのポテンシャルなら今から今から8000カロリーぐらいいく、巻き上げていく。スーパームチョがあります。スーパームチョを1人ワンバッグ食べれば、あ、それ食べる池、うん、食べる。じゃあ、あと僕たちはその分引きます。引きます、そう、公平に引こう、もうとりあえず、うん、とりあえず食べ、うん、僕たちはチップスで、池がちょっと、池にバトンタッチしていいよ、朝の食べ物が無駄にならないように。あ、今日メガネだ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こちらがですね、そう、310キロカロリーです。どうですか、うん、初めて食べたスッパムチョ。僕は一番好きだね、このチップスが。でも今食べたらまずくなることは怖い、嫌いになる、嫌いになる可能性がある。僕とミホはスッパムチョ完食、ありがとうございます。完食、300キロカロリー完食、うん、食べた、初めて食べたけど美味しい。それは、うん、スーパームチョはいいかもしれない。ただいま時刻が9時半になろうとしています。あ、顔入る、捕まるっていう、青葉さんの顔が入ってない、もうちょっと大丈夫か、大丈夫か。皆様、カロリーチャレンジ、ちょっと僕がちょっとギブアップします、ここで。ですね、8000カロリーちょっといけたんですけど、まあ、あと2000キロカロリーをまあ、追い込もうってなったら、まあ、どうですか。私は全然、ありと。どうですか。まあ、もうちょっと時間かければ、多少は。でも、辛いですね。僕は修行が足りなかったようです。まあ、僕も2000、正直、今、頑張ったら、まあ、12時までに行けないこともないのかもしれないんですけど、イケア事件があった時点で、もう、多分僕は失格でアウトだと思います。多分、ルール上、それはダメですね。なんかすごいスッキリしたんですけど、その後なんでスッキリしたんですかね。そうだね、まあ、1万キロカロリーって思うより多分難しいと思います。なので皆さん、できるぞと思う方はぜひチャレンジしてみてください。ただ、まあ、良い子は真似しないことをお勧めします。 OK、 それでは美穂さんはペリスコープやってます、チェックしてみてください。リンクは詳細欄に貼ってます。あやまさんはインスタグラムやってるので、インスタグラムのリンクも下に貼っておきます。まあ、またリベンジしますって言いたいところなんですけど、多分もうこれは人生初めてで、多分最後になるかと思います。私はまた誰かとチャレンジしたいと思います。勝手にやっててください。もう絶対参加して撮影します。また呼びます。OK、 皆さん、この動画最後まで、最後まで見てくれて Thank you very much。 もしこの動画少しでも好きでしたら、役に立ったなら、役に立ったことはないと思うんですけど、ライクお願いします。もう体を犠牲にして頑張りました。まあ、頑張ったことは確かだね。頑張った。そうですね、ライク、まあ、コメント欄で皆さんのコメントご自由に登録したい方は登録よろしくお願いします。Work hard, see results. Thanks for watching, and I'll see you again soon. Chup, 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 chup